今日はこちらを家で作ります。こんにちは、ももかです。はい、ということで皆さん3連休入りました。もうハピネスハピネスということで、まあ、撮影日も金曜日で、まあ、明日から3連休始まっちゃうぞみたいな感じで、もうワクワクドキドキしております。はい、ということで、ちょっと久々にちょっと2つ三つ編みしたんですけど、どうですか。マジこれ2つ三つ編みするの本当にいつぶりだろうってぐらい超久々で、動画とかでも多分ほとんどしてなくて、ちょっと久々です。ということで今回は視聴者さんからもリクエストあったんですけど、マックの月見パイを自宅で再現したいと思います。イエイ。で、なんか月見バーガーとかのセットを再現っていうリクエストをいただいたんですけど、ちょっと月見バーガーの再現は難しかったので、今回はちょっと趣向を変えまして、マックの150円の月見パイ、家で作ったらいくらで食べれるのかということで、こちらを検証しがてら作っていきたいと思います。それでは行ってみよう。ということで今回作るのはこちら、じゃーん、月見パーイ。そう、今ね、このマック月見フェアみたいな感じで月見バーガーとかいろいろ出てるんですけど、私食べたんですよ。月見バーガー食べたんですけど、あとこれも食べました。あと月見、なんだっけ、わかる、フルーリーのやつも食べました。もうめっちゃ美味しかったし、特にこれ月見パイマジ飛ぶぞ。ほんと超美味しかったです。なんか中に、これサクサク、まあ普通に、この生地の感じはアップルパイと同じでサクサクしてるんですけど、中にね、あんこと餅が入ってるのよ。だからもう、餅、にょびーん、あんこ甘ーみたいな感じで、サク餅甘ーって感じで最高だったんですね。もうこれは再現したいということでしてみます。ちなみにこちら期間限定商品で、10月の中旬頃まで予定されてるらしいんですけど、まあこちらをね、もしも今回再現することができれば1年中食べれちゃうぞということで、頑張っていきます。あー、もうめっちゃいい匂い。ちなみにこちら一つのカロリーなんと268キロカロリーでございます。恐ろしい。食べ過ぎ注意ということで、はい、行きましょう。まず今回使う材料は冷凍のパイシートで、パイシートはですね、こんぐらいのサイズのパイシートが4枚入ってるんですけど、これどれぐらい使ったらちょうどいいのかなんですけど、今1個がこんな感じ。あー、もう食べたくなっちゃうじゃん。こんな感じです。これこんな感じかな。まあ、これ伸ばして使うので、この1枚の半分を使いたいと思います。薄切りスライス餅、こちら1枚使います。そして茹で小豆、こちら大さじ2杯分で1つって感じですね。ということで材料は以上です。で、今紹介した材料は、1個のパイを作るための材料なので、ぜひ何個か作りかえ、またもうちょっと作りたいなって方は、まあ、自分でちょっと調整してやってみてください。では、作ってまいります。まず、こちらのパイ生地を半分に切ります。で、まあ、こっちは使わないので、残しときます。じゃあ、こちらをね、伸ばしていきます。で、これを半分に折りたたんで、こう、パイが1個って感じになるので、結構、ま、それを考えて伸ばします。すごい伸びるんだけど。伸びすぎ。そしたら、こちらのスライス餅をですね、お湯にくぐらせて、もちもちに、もちにしていきます。これね、ほんと長くやりすぎるともう、ドゥルンドゥルンになっちゃうので、一瞬くぐらせて、ちょっとキッチンペーパーで水分を拭き取って、ここに乗っける感じです。まあ、どうせ揚げるので、まあ、若干柔らかくなったぐらいで大丈夫です。そしたら、こちら半分に、乗っけまーす。あ、ちょっと、しすぎて。はい、ということで、お餅が乗っかりました。そしたらですね、あんこをこのお餅の上に薄く伸ばすようにして置いていきます。はい、オッケー。じゃ、若干サイズが大きすぎたのでカットします。だからそういう感じで形も調節するといいかなって感じですね。そしたらですね、餃子と同じ、熱っ！餃子と同じ感じで、周りにちょっと水をつけていきます。閉じるためにね、蓋を。で、そしたら蓋を閉じます。よし、オッケー。なんか結構若干大きい気もするけど。フォークで周りをこう蓋閉めてあげます、こうやって。うわ、めっちゃパイって感じじゃん、これ。これがなんかやってる感が出てくるっていうのがちょっと楽しいです。絶対でかすぎだ、これ。
はい、あ、いいですね。なんかオリジナルなので、あの大きく食べたい分だけ作れちゃいますということで、こんな感じで OK です。じゃあちょっと残った生地、せっかくなのでちょっともう一個作ってみます。じゃあ次ちょ本気で作りますね。ガチで店に行ってみるわ。やあ、うまくない？見て、じゃーん、ほぼ枕で草ということで、じゃあこちらも揚げてきます。そしたらですね、こちらに160度の油を用意したので、こちらに入れて、でこんがりきつね色になるまで揚げていきます。気をつけてください、油なので皆さん。ごめんなさい、間違えた。あー、ギリぴったりな感じだ。ちょっと油がもったいないのでね、少なめでやってるんですよ。なので、あの両面ひっくり返してこうやっていきたいと思います。めっちゃいい感じ、なんか油揚げみたい。これタピオカ作る用に買ったやつ。こっちでかっ。なんか全然違うね、もし真四角の枕みたいな。ということで、もうこんな感じでね、結構いい感じ、両面いい感じに揚がったので、こちらを揚げます。わー、ほらすごい、わー、美味しそう。ということで完成しました。じゃーん。ちょっとなんとなく想像してたんだけど、パイ生地からめちゃめちゃ膨れ上がるのよ。だから結構大きくなっちゃいました。ちなみに本物これね、で作ったのがこちら。やっぱね、でもなんかパッと見は似てるんだよ。結構パッと見似てるんだけど、なんかこっちのね、月見パイ結構黄色いから、多分ワンちゃんなんか卵とか入れてんのかなっていうか、結構黄色めですね。でなんか今回作って思ったんだけど、なんかマックのパイって、まあ、やっぱ焼きたてじゃないっていうのもあるけど、パイっぽくないよな。ガチのパイってこういうもうパサパサポロポロしてくるやつじゃん。でもマックのパイって食べやすいよね、なんかボロボロしなくて。ということで、でちょっとね食べてみたいと思います。やっぱおっきめなんだけど、やっぱそういいところだよね、家で作るのって。そのおっきめに作れちゃったりするから。でもめっちゃ美味しそう。いただきますね。多分そもそもあんこに行き着かない気がする。もうやばい、これ月見パイ越してるって。まあね、いや揚げたて、まあ、それもちろん美味しいよって感じなんだけど、もう音聞いてもらったら分かる通り、もうシャクシャクサクっていうか、カリじゃない、シャクっていう、もうふわっふわ、もうほぼゼロカロリーみたいな、ほぼ空気みたいなね。で、なんかこんな感じで、お餅もちゃんとあって、もうちょい若干ね、あんこもっと入れとけばよかったなっていうのはありますね。でもね、ちゃんとお餅ももちもちも感じれて、あんこも甘くてね、最高。え、ちょ、音聞いていくよ。もぐ。これ100点満点です、これ。一応再現シリーズなので、再現度をつけますね。今回のマクドナルドの月見パイの再現度は、バン。再現度で言ったら98点。あ、イエーイ。98点、残り2点は何かっていうと、まあ、若干やっぱ比べにくかったっていうか、出来たてだからそれはこっちの方が美味しいでしょっていう感じになっちゃってたので、若干あれなんですけども、味の感じとかはね、めちゃめちゃ同じ感じになってた。逆に違わないでしょっていう感じなので、普通に再現度も高いし、なおかつもうめちゃめちゃ美味しいので、しかも言うほどそんな難しくないのよ。まあ、ちょっと若干油用意して油で揚げるっていうのは若干ちょっと手間かなっていうのもあるんですけど、それぐらいする価値あるぐらい美味しいので、マジでこれ作ってみてほしい。この3連休にでも作ってください。はい、まあ、これ上がってるのは3連休かわかんない。ということで、マジで大成功でした。チャンネル登録してね。はい、ということで今回は久々の自宅で再現シリーズということで、マクドナルドの月見パイを再現してみました。いかがだったでしょうか。そしてこれ最後になんですけど、今回の企画としましては、マックの150円の月見パイ、家で作ったらいくらで作れるのかということで始めたんですけど、まずパイ生地が2分の1枚43円、お餅が1枚約16円、そして小豆が大さじ2杯ということで約50円。ということで今回私が作ったこちらの月見パイ、一つの材料費110円でございます。まあ、他にも油使ったりとか、まあ、この
これ用のね1枚だけとかも売ってないので、まあ、ちょっとあれなんですけど、いやマジであの、まあ、一応1個作るにはまあ本物より安く作れちゃったよみたいな感じですね。まあぶっちゃけ手間暇考えますとマックで買った方がいいよという結果になりました。まあこちらねお料理としても面白いし簡単に盛り上がれると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。それではまた何か再現してほしいものなどあったらコメント欄に書いてくれたら嬉しいです。それでは皆さんバイバーイ。これマジ最近食べたおやつの中で一番おいしい。 Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? Oh, oh. I keep on letting my bad habits make us both come crashing to the floor.